はい、皆さんお疲れ様です。プラハで義母の時間がやってまいりました。本日4月17日日曜日です。ごめんなさい、土曜日です。私今は歩いているところがオボツニートルフというところですね。果物市場と訳すことができますけど、そこを歩いています。今日はですね、このオボツニートルフとチェレトナー通りという通りのちょうどね、つなぎ目というか、そこに立っている黒いマドンナの家というところに今向かっているところなんですね。そのね、理由なんですけど、もうすでにいろいろ SNS で投稿している方もいるんですけれども、これから行きます黒いマドンナの家というところにはカフェがねあって、そのカフェに面白いものが売ってるんですよ。ちょっと寄り道しましょうか。ここの建物ではショッピングセンターの搬入口なんですけどね、カレル・ネシパールという人が、作った彫刻です。全部顔です。気持ち悪いですよね。チェルナーマドンナ、ケーキを入れるための箱がこうね積み重なっています。今日の目的はここです。売り切れてなければいいけどな。ちょっとどうか見てみましょう。あ、売り切れてはなさそうなので買っちゃいましょうね。ここにね、こういう日本だと多分無理かな。反射しちゃいますね。じゃあここは実際買って後で開封した時にご覧いただきたいと思います。では突入しましょう。はい、ということでね、チェルナーマドンナでケーキをね2つ買いまして、家に着いてから開封しますので、どんなケーキなのかね、お楽しみにしててください。それでは家に帰ります。ではね、家に着きましたから箱を開けてみたいと思います。じゃじゃじゃーん。開きました。さあ、これはウイルスとワクチンですね。日本だったらちょっと不謹慎だって怒られそうですけど、これはね、なかなかシャレですよね。断面をね、見てみましょう。ワクチンの方も。では、ウイルスの方はどうなってんだろうな。おお、なんだこれは。ワクチンの方は？あ、いちごのケーキかな、これは。ショートケーキっぽいのかな。こんな感じなんだ。
なるほどね。それでは、このウイルスからいっちゃいましょう。これな、ムースだな。何ムースなんだろう。何ムースかちょっとわかんないな。でも、これはラズベリーですね、赤いの。美味しいですね。じゃあワクチンも。あ、うまいな。まあ、美味しいですね。値段はそれぞれ148コロナ、148コロナです。750円ぐらいだから結構高いっすよね。このジンをかけてみて。これでコロナウイルスには打ち勝ったようなものです。不謹慎じゃありません。こうやってみんなで乗り切っていきましょう。それでは、本日もご覧いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。それでは皆さん、アホーイ。